コスプレギターアーティストイタニアコです。こんばんは。今日はちょっとクリスマスの仕様なんですけれども、今日はおすすめしたい漫画がございまして、イタニは出身は広島県東広島市なんですが、今実家が滋賀で、滋賀の歌500円の CD を1から22番まであるものを全部ほとんどメロディーが違うものを作りまして、まあ、そんなご縁もあり滋賀の漫画ご紹介 しようと思います。滋賀県を題材にしているこちら、でん三成さんは京都を許さない第1巻魚浩二さんということで、石田三成が馬に乗るんですけど、こちらね、あらすじが、滋賀復興のため県知事特別秘書に任命されたのはあの戦国武将石田三成。打倒京都に燃える三成さんの無謀極まりない下克上が始まるということでね、内容は全然過激じゃないです。とりあえず1巻、1巻は今のところ1巻だけ私持ってるんですけど、180円ですね。もうこのパッケージだけでももうなんか、あ、滋賀だ滋賀だっていう、あ、大津パルコだ、平和堂だみたいな、平和堂だっていうのがね、魅力が詰まってるんですけれども、こちらね、滋賀のね本屋さんをこうふわーっとしてた時に見つけて、あ、これは買わなきゃと思って読んだらすごい面白いし、滋賀を全く知らない人も分かるような内容になっております。もう初っ端からもう、石田三成さんもね、かなりゆかりがあるんですけど、もう船寿司の食べ方から始まるっていうね、誰もうこの匂い何っていうざわざわする県庁の場所みたいな初心者はお茶漬けからって言って、私も船寿司食べたんですけど、そのままは結構こう大人な感じがするのでお茶漬けから来ました。あとね、そうでもね、延暦寺っていうお寺さんは滋賀にあるんですけど、京都って言われることが多いからっていう話とか、あ、そうなんだっていう内容がすごいたくさんあるんですよね。私が滋賀の歌で、私の滋賀の歌は琵琶湖の生態系を守るために、かけるくんっていう飛び出し坊やっていうね、有名な滋賀で本当によく見かけるね、まあ、キャラクターがいるんですけど、グッズにもなってます、結構滋賀の。でこれのかけるくんって私が勝手に名前つけた子が一生懸命滋賀県内を走り回って、いろんな出会いもあって、最終的に琵琶湖からロボットが出てきて、その何かと戦って勝利を収めましょうっていう歌なんですね。まあ、ちょっとこの飛び出すときに本当によくいるんですよ。そこはなんかすっごい面白いんですよね。であとね、吉田三成と仲が良かったとされる、その島左近とか、なんか島左近もなんかちょっとイケメンな感じで出てきます。すごいですね、ヤミちゃんとか、あとあの西川さんとかね、西川さんとかすごい漫画の名前ね、イケメンだけど、なんかちょっと違う感じでね、いやーこれはね、流行ってもおかしくないとか、もう有名なの、もうこの一冊で、あ、なんか、あ、これ私知ってるみたいな、滋賀情報とか知らない情報、初めての人からも見るといいと思います。これと滋賀の歌を合わせて、手に取っていただけると、あ、これ全然私関係ないんですけど、いや、いいですね、会いに行きたいですよね、関係持ちたいですね。なんかコスプレギターアーティストが滋賀で活躍してるよっていうのも見たいしですね、そうなるようにちょっと頑張りたいと思います。ということで今日おすすめしたのがこちらの漫画です。イタニアコでした。ありがとう。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。